今日は私の大好きな詩、ポエムをご紹介させていただきたいと思います。人間にとってね、最も大切なのは思いやりですね。で、思いやりはどこから出るかって言ったら想像力から出てくるんですね。で、その想像力を鍛えるのはね、じゃあどうやって鍛えるかって、詩とかね、絵とか、そういう文化なんですね。で、詩はね、青い空って言ったら自分の頭の中で青い空ってたった2文字で、これを頭の中でね塗り分けるんですね。塗り絵のようにプロシアンブルーとかセロリアンブルーだとかね、ターコイズブルーだとか、いろんなブルーがありますでしょ。人それぞれの体験とか、そのいろんな性質もありますしね。雲って言ったらね、羊のような形の雲であるとかね、入道雲であるとか、イワシ雲であるだとか、いろんな雲の形がありますね。で、その雲に虹色の、ちょっと端っこの方に色がついてるとか、ついてないとか。まあ、とにかく、それは雲というだけで頭の中で形を想像してね。で、宮沢賢治のね、風の又田三郎の中で堂々堂々堂々というね、つまり水の匂いであるとか風の音であるとか、そしてそういうね、草々のざわめきであるとか、それに匂いがするとか、でそれをね、いながらにしてね、タイムスリップして、その目を閉じさえすればね、その中へスポーンと入っていけるんですね。それが想像力で、つまり心の癒しになるということですね。で、そういうものでね、やっぱりお若い方なんかはね、あんまり難しい身体詩とかなんとかよりもね、簡単なね、もので、甘いものから入った方が想像しやすいですね。例えば、大正の大天才、竹久夢二の宵待ち草という詩でございますとか、島崎藤村の初恋という詩でございますとか、室生犀星のね、ふるさとは遠きにありて思うもの、あれもいい詩ですよ。あと中原中也のね、汚れしまった悲しみに、などなど、これも胸がキュンとなるような詩でございますんでね。ではね、ここでね、その一つでね、日本の作家じゃありませんけどね、ポール・ヴェルレーヌっていうね、この人はね、ランボーという素晴らしいもう一人若いね、ハンサムな詩人がいて、その人と同性愛でね、愛人同士だったんですね。で、それで大スキャンダルになってね、で嫉妬して人情沙汰を起こしたりとか、スキャンダルチックな人ですけども、でもこのポール・ヴェルレーヌはね、甘い素晴らしい詩をたくさん書いてます。で、上田敏さんっていうね、これは名訳ですね、訳詩者としてはね、素晴らしい、堀口大学さん、この方とね、上田敏さんっていう、この両巨頭ですよね。で、ここではね、上田敏さんの方の役でお届けしたいと思いますけれども。ではね、ポール・ヴェルレーヌの詩でね、上田敏さんの役でございます。これはね、落葉と読み方もありますし、落ち葉というふうに、読み方もありますけれどもね、内容から言いますとね、落葉というのでしたらね、もっと硬い文体でなければいけないんですね。そういう硬い文体ではございませんので、非常に女性的な文体ですのでね、落ち葉の方がぴったしだと思いますね。では読ませていただきます。秋の日のビオロンの音のため息の身にしみてひたぶるに裏がなし。鐘の音に胸ふたぎ、色変えて涙ぐむ。過ぎし日の思い出や。下に我は裏ぶれて、ここかしこ定めなく、飛び散らう落ち葉かな。落ち葉、フランスの詩人、ポール・ヴェルレーヌの詩、上田敏さんの役でございまして。秋の日の非常にロマンティックな心象風景を歌った素晴らしい詩をお届けさせていただきました。